今回は本当に2人で、本気で優勝を狙いに行こうという話をしたので、有言実行じゃないですけど、優勝できて素直に嬉しいです。あと、そうですね、山場はやっぱ準決勝で早川さん、遠藤さんたちに勝てたのが自信にもなりましたし、オリンピックレース後半戦入りますけど、それでまた2人でこの調子で勝っていきたいなと思います。正直本当やりづらくて、まあ、なんですかね、やっぱり試合入る前、他のチームとかとやるときはやっぱり絶対負けたくないとかいう風な気持ちで入れるんですけど、やっぱり砺波運輸の後輩ですし、やっぱそこはなんか変な緊張とはまた違うようなプレッシャーもあって、すごいやりづらい中で試合に入りました。でホキコバはやっぱり1セット目は結構ホキコバのペースで鋭い、なんですかね、小林が後ろで左からサンスポーから出る鋭いやつ打ったり、ホキが前でしっかり止めてっていう2人のコンビネーションがすごい良くて、まあその分自分たちが攻められる場面が多くて、まあ1ゲーム目負けてしまったんですけど、まあ2セット目3セット目はやっぱりちょっと自分たちも先輩の意地っていうのがあったんで、やっぱ大きな展開をして、まあ、回してみたら、まあ、しっかり返せることができたんで、まあ、そこから少しずつ落ち着いてやれたのが良かったですね。はい、ありがとうございました。もう今まで自分たちのダブルスって高速ラリーってもう本当にテイク戦しかできなかったんですけど、まあ、ここ最近本当に大きな展開もできるようになってきて、まあ、その分その低い展開っていうのも有利にできるようになってきたし、やっぱり負けてる時にさらに速い展開でやってても自分たちのミスが出るばっかりで、まあ、あまり海外でも国内試合でもそういう試合、なんか負ける試合が多くなってたんで、まあ、今年はもう本当に負ける試合の方がやっぱり多いんですけど、一回大きな展開をやってみて、まあ、自分たちにしっくりきたらそれも使いながらやればいいかなっていうふうにやってきた結果、やっぱこうやってちょっと慌てた時に大きな展開っていうのができるようになって、やっぱ1セット目負けたけど 2、3でしっかり勝てるようになったんじゃないかなと思います。はい、セットではなくてゲームなので、選手はちゃんと覚えておいてください。他に質問が。